皆さんこんにちは。こんにちは。マックスプレイです。エスカです。新作タイトルでございます。はい、陰陽師。こちらのゲームをですね、この動画ではプレイしていきたいと思うんですけれども、はい、こちらのゲームもうイベント盛りだくさんでございますね。はい、12月の10日19時から始まるアップバンクゲーム祭ボリューム5の23時半からの枠で早速取り上げさせていただきます。はい、日付またいで私の誕生日を またきながらありがとうございます。おめでとうございます。いきます。はい、あとはリリース前ということもございまして、こちら開発版なんですけれども、まさに事前登録受付中でございます。はい、概要欄のリンクからどうぞ事前登録されてくださいませ。はい、早速いきたいと思います。はい、おお、イケメンですね。イケメンだな。でこの世界観ですよ。世界観超綺麗だね。きっとね、あの後ろで必死に掃除してる子が式神かな。あの子ペラペラやね。ペラペラなんですけど、すごいいい仕事しますね。すげえ掃除します。ひたすら同じところを吐き続けてでこれタップすればいいのね。はい、そうですね、暗い点タップしてスズメ。これがチュートリアルのバトル1戦目です。戦っけ。生命様、敵がたくさんいるときは全体攻撃の妖術を使うといいですよ。はい、あ、妖術なんですね。妖術だね。スキルって言わないですね。雪女の吹雪はこのようなスキルですよ。はい、ほう、あの多分矢印が出てる、これ通常攻撃。あ、これ通常攻撃。うわ相手強すぎじゃない、強すぎじゃないですか相手。死ぬんじゃないこれ。生命様、檻を見て言霊守りのようなスキルで防御するのですよ。ほう、これか。オッケー、防御スキル、カモン。え、すげえ、かっけー。何これ、超かっけー。あ、ダメージ全然食らわね。いや、多分今相手が食らってました。マジか。一部のスキルにはクールダウンの時間があります。はいはいはい、クールダウン時間内はスキル発動できません。あの3って書いてあるやつですね、多分。あれがカウントダウンしていくんですね、今。私、このもう一個の方のスキル。通常攻撃。これが通常攻撃。今、通常攻撃でいいのかな。はい。よいしょ。結構ダメージ与えたぞ、さっきより。あ、まだ跳ね返してる。わお。2回跳ね返してますね。体あれよ。かっけえな。万字の文字が出るね。いいですね、勝利。おー、勝利。世界観がいいですよね。だるま勝ったから両目に墨がなんか出てきた。お金となんかアイテムですね。わお。琥珀が可愛いんですよ。琥珀ってあの狐の尻尾が2つある。めっちゃ可愛いんですよ。超可愛いな。で基本的にこの点々点を押すことでどんどん進んでいくのね。そうですね。大丈夫ですか。今喋ってるんじゃないですか。この声あれです、ピカチュウです。かなりの霊力を持つ。あいつ、あの紅白、はい、そうです。すげえ。ちなみに生命はあれですね、ナルトのサスケですね。うわー、豪華声優。犬神さんはちょっと敵っぽかったやつですね、さっきチュートリアルで戦った相手です。あ、確かに確かに。まだやるというのか。なんだ。そしてなんか流れてきたぞ、コメントがニコ生のごとく流れてくるっていう、このシステム。皆さん、このニコニコって書いてある。ニコニコって書いてある。正常。皆さん、こちら開発版でございます。そうです。あらかじめご了承ください。で、村井さんも今打てるんですよ、コメント。あ、本当だ。これがその時の他のユーザーにも流れる。へえ。今開発版なんで。で、邪魔だなと思ったら左下の多分弾幕チェックボックスを外せば消える。消えるんだ。と思います。そうこうしてる間にストーリー進んでましたね。ね。気づいたらカグラが倒れてる。きっと身代わりになってダメージを受けたんだね。カグラ。そういうことですね。大丈夫か。あれ、犬神も倒れてる。なんで見てなかった。お母さんどうした。そして治った。ちょっと話は一旦飛ばしますね。もっとゲームを見せていきましょう。はい、そうですね。ストーリーは多分皆さんリリースされたら見えると思うんで、うん、一旦スキップします。はい。あんで今度犬神を触るらしい。どうやらわしの負けのようだ。潔い。見るなり役なり好きにせ。はい、ちょっとスキップさせていただいて、ざっくり言うと、犬神さんの知り合いの鳥を琥珀が食べたんじゃないかっていう疑いをかけられていた、そんなストーリーですね。そういう導入なわけね。はい、で召喚、これがいわゆるガチャですね。わお、そう、毎回その喋ってくるね、この琥珀さん。ボイス、フルボイスですよ。かわいい。めっちゃかわいいっすよね。めっちゃかわいい声が。ちょっと話は一回飛ばさせていただきますね。はい、でガチャを引いていきましょう。これがレアから SSR かなが出るガチャですかね。明らかにこの召喚の雰囲気がすごいね。いいですよね。いい雰囲気。これ陰陽師の式神召喚ですよ。
樹の文様を描いて光合成をかけて召喚してください。やべやべやべ、下手すぎる、ちょっと下手すぎ る, すぎる。これはちょっときつい。まあでも何を書いたから何が出るってわけで、であれが反映されてるんですよ。出た、自分の書いた文字が。すごい、賛美の狐、かわいい。まあレアだけどね。そしてまた CV 豪華ですね。あらあら、クラピカじゃないですか。マジすげえな、賛美の狐。これで式神を召喚して使える。でさらにこちらもどうぞと。はい、式神との契約の印ですから、うん、今度は綺麗に描く。違わないようにしっかり描いてください。オッケー、だいぶ成長しました。オッケーオッケーオッケー。すごいな。いやかっけー、珍しいですよね。 SR 雪女、雪女強そうっすね。これはいいんじゃないの。すべての式神を星6に進化させることで、2で出たから外れってわけでもないんですね。だね。これノーマルが出るって書いてありましたね。あ、でノーマルでなんか天狗っぽいのが出た。鬼ですかね。鬼か。わかんないです。で、またストーリー進めましょう。はい。あ、調査が一旦このくらいまでですかね。で、基本的にもバトルもの。そうです。どん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 敵と戦って、もう陰陽師が式神を召喚して、魑魅魍魎を倒すっていう、そういうゲームです。すごい生命超かっこいいですからね。スーパーかっこいい。ちなみに今日お見せできるのはここまでなんですけど、当日出演するのがもちろん村井さんと私と、はい、あとマミルトンさん、うん、でそのカグラっていうキャラなんですけど、あの左のここに金魚つけてる、はいはい、まあ、なぜ金魚つけてるのかちょっとわかんないんですけど。女の子。あの子のコスプレをしたコスプレイヤーの方が当日出演されるそうです。ーゲーム祭りの23時半から12月10日からですね。そうです。でいろいろと、まあ、もう少し進んだコンテンツ、うん、マルチプレイとかもあったりするので、マルチプレイとか高難易度クエストとかもやったりしながら紹介していきますっていう感じですね。はい、そんなわけでちょっとチラ見せではございましたが、期待の新作タイトル陰陽師をご紹介させていただきました。はい、ゲーム祭りも楽しみにされてください。はい、ぜひとも概要欄のリンクから事前登録もされてリリースお待ちくださいませ。はい、では、はい、最後にこの動画の後になんですけど、うん、あのキャラクターの紹介動画をいくつかいただいているので、それを、はいはいはい、動画この後いくつかただ動画を垂れ流す感じで入れさせていただきます。はい、ぜひご覧くださいませ。はい、はい、ではさよなら。私は共に強さを取り戻して鬼の頂点へ返り咲いてもらいたい。はあ、酒呑童子、我が友よ、今行くぞ。予感がしていたんです。あの日の夜、大嵐が来る予感が行かせるんじゃなかった。あの時海に行かせなければこんなことにはならなかった。人の命は桜の花のように儚い。今度桜の花が満開になった時、あなたの大好きなお供え物を持って戻ってこよう。近頃はこの都も陰の気が充満している。だって力が湧いてこようぞ。やってみるがいい。できるものなら。先ほどは手を抜いたが、今度はそうはいかんぞ。ええんです、うちはどないなっても。むしろさくらと間違われることがのうなってせいせいするぐらいどす。さくら、幸せになりや。